い、前さん、とうとうやってくれたな、お前。光るよ。あのね、これね、もう、はっきり言います。今日の動画タイトルにもあります。光るラファエル、どっちがモテんねん。こちら第1回結果発表していただいてます。声出てる今日なんですけど、これね、実は、もう、かれこれ1ヶ月ぐらい前にやってるんですよ。終わってまして、1ヶ月以上前に、戦いは、第1回終わってるんですよ。で、その時に、面白かったし、何も口約束なかったから、なんとなく俺は別に動画にするって約束してへんねんから、俺がライブ配信の時に、佐々木さんとライブ配信してて、こんなことがあったんですよってなんとなく言ってて、何の気もないから言ってるねんで。ほんじゃ、急にマイスさんがカメラ外から入ってきて、もう慌ててバタ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 って言って、ラムさん、それ動画で言うなしっすよ。勝手に言うなしっすよ。そんなんそっちのいい感じに言えるじゃないですか。いや、こんな感じやって、数字がこうやったんですよ。別に面白い感じでやってますし、何かそんなディスとかないですよ。じゃあ、前さん、ダメっすよ。それ、ブランディング下がるんで。これほんまに、録画撮ってるやつ残ってると思う。マジで。ライブ配信中やから、絶対に誰か録画撮ってるから。いや、ほんなんで動画撮ったけど、そんな嫌いねんけど、そんな感じで言うんやったら、やめるわ。必死やん。ほんじゃ、昨日今年、俺また切り抜き来てん。視聴者から、ヒカルさんとマイさん、こんなん言ってましたよ、みたいな。で、マイさんがやったら俺のことキモいとか文句言ってんねん。まず、お前、あの時現場におらんかったやろ。まずお前現場おらんかったやろ。現場の空気が知らんやろ。この後どんな感じか教えたるわ。こっちは票も取っとんねん。ほんでお前言うなって言っとんねん。お前動画で出してんねん、こいつ。いや、光が言えやったらまだわかる。100歩譲ってな。はい、ほんでその後もやな、俺、いや、なんか言い訳がましいこと出て、いや、うまいこと言ってたね。俺その日さ、もともと1時までしか無理やってグループでずっと言ってんのよ。はい、だってキャバクラで1件や勝負しようって言ってんねんから。はい、ほんならなんか知らんけどな、1時までしか無理。どういうことですか？朝まで行けるでしょみたいなグループラインで相談だけやって。はい、いや、もう1時しか無理やから。俺暇ちゃうねん、お前らみたいにと思って。で、やるやったらどうせ朝までで全部行っちゃう。ましょうよ。キャバクラ、ギャラ飲みどうのこうのどうのこうの。いや、いけるかと。ほんで、そんなん言いながら、もう早めに集まりましょうかって22時に集まったんや。ほな、22から開始したらうまいこといけるやん、1時までで。ヒカルがもう立てるかなんか知らんけど、1時間半遅れてくんのよ。ああ、確かそうですね。もうその時点で俺らずーっと待たされてんのよ。ずーっとやで、俺ら。まあ、あとはその後の、この後の動画でまた言うんですけど、動画撮ってたやつがあるからね。はい、ちょっとそれ、ちょっとガッチャンしますから。見てもらえればと思いますけど。いやー、でも俺外野がうるさかったなー。コムドットの気持ちがわかる。コムドットの気持ちが外野のマイスがほんまにモテへんくせに。これ一切嘘なしで今から動画出しますからね。これ見といてください。ほんまにこれはもう僕のアンサー動画です。100万再生。絶対いくからな、これ。マイスお前が悪いねんぞ。じゃあ一応結果発表こんな感じです。第1回、光る VS ラファエル、どっちがモテんねん頂上決戦報告。かれこれいつの動画ですかね。光とラファさん両方いて、本気両方出してどっちがモテます。感想戦だけでも動画にしません、それやったら。めっちゃおもろい、それで。確かに。本当どっちがモテるのかをやりましたと。俺ほんまに言っていい？もう言っていい？キャバ嬢以外全員いけると思う。キャバ嬢ガチで言っていいですか？絶対おもろいじゃん、それ。ボコボコします。本気で勝負になって、言い合いになって、お互いほんまに勝てるわけないやん。で、ヒカルさん、ああいう性格やし、一応、まあ、カリスマみたいなこと、言ってるやんか。いや、カリスマです。で、やっぱり当然、かっこいいし、まあ、モテはるやろうから、まあ、俺の方がモテんねんけど、っていう話から、いや、じゃあもうやろうやみたいになって、第1回戦終わりました。途中結果報告です、今回は。ヒカルさんのファンの方もこれどうなったんやということでね。結果楽しみにしてたと思います。僕の TikTok ライブの方ではね、サブスクの方ではちょっとね、ネタバレで、答えの方一回ね、配信してるんですけど、改めてこの YouTube 上の動画で報告しますと、まずですね、勝負しようと言い出しました。ルールとしては、なるべく平等にしたいから、第1回戦キャバクラ。はい、じゃあ次、ラウンジ。例えばギャラ飲みっていうのがあるんですよね。一般 OL。A、一般オイル B 社っていうところで、いろんな女の子のジャンルが分かれるでしょ。基本的には世の中の8割ぐらいが一般の方で普通の方なんですから、一般の会社の方の答えが俺は欲しいと。でもすぐできるのキャバクラやし、キャバ嬢とかやったらヒカルさん強そうやしとかみたいなこと言いながら、はい、で、じゃあ平等にやるからその5回戦っていうことなんですね。はい、はい。で、モテるの定義って何ですかっていうところで、1万人にモテるより、本当に質のいい女性1人にモテる方が俺は素敵やと思ってて、価値があると思ってるんですよ。はい、ただ今回はやっぱり世の中でどっちの方が票を取れるか選挙みたいなもんですから、票を取れるかってことなので、まあじゃあ今回は数字にしましょう。票が入った方が勝ちにしましょう。モテるの定義です。はい、ここです。ワンナイトだけ。いやいや、違うでしょ。二人でね、ヒカルさんと。俺も正直にね、カッコつけへんから。いや、それやったらヒカルくんってなるんちゃう？ワンナイトで、なんかヒカルくんやってみたいやん。俺正常しかせえへんし、みたいな。で、対異性から見た場合に、人としての、男性としての魅力を、ということですから、究極ってやっぱ結婚じゃないの。そうなるんですかね。なったんですよね。はい、結婚が究極じゃないんですかっていうことで最終的に着地したんですよ。付き合うでもいいし、結婚っていうのでもいいし、別に単純にまあモテそうとかでもいいですし、何でもいいですよ。別にそれは結婚が究極じゃない？付き合うだけやったらライトやから、いや別に何でも勝負できますよ。別に一番の究極の答え引き出すのはやっぱ結婚だったりするんじゃない？結婚を想定させる。ゆうちゃんやけど、どのジャンルでも僕が勝ちますから。グループラインあるやんか。なんか知らんけど、途中グループラインにヒカルくんが、これなんかどっちと付き合うとかにしません？はい、答え合わせみたいな。それまでいろんなやりとりだったらごちゃごちゃしたやりとりが。ありました、ありました。で、もうその、もうああだこうだ言いたくないし、なんかもうヒカルさんも別にああだこうだ言いたくないし、はい、俺も言いたくないし、まあ普通に軽く飲もうや。熱が冷めてたんよ、要は3月の話が。ぶっちゃけ。LINE の返事もレスも遅いし、お互い。はい、でも、ルールはここでこうでこうでとかいう話を、温度感2人とも違うと。ヒカルさんが、いや、やっぱりこれ、付き合うんやったらどっちにしたいって言い出したから、はい、で、任せますって言って、16日始まったと。夜の23時、24時ぐらいですかね。わかんないですけど、いよいよヒカルさんと僕と、都内にリリックというキャバクラがあったんですね。で、そこがもう都内随一というぐらい可愛い方が多いんですよ。で、まあそこに行きましたと。キャバ嬢さんには最初何も伝えない。普通に僕とヒカルさんが宅、まあ広い個室なんですよ、まだそこが。はい、で、角。ここでも距離あるよ。間になんか何人も座れるぐらい。一応監督として、河原会長とか、まあ途中室谷さんとも合流すると。まあ他、まああえてちょっと名前出さないですけど、他にもちょっと男性陣いて。俺はドキドキしてへんねん。もう勝てるもん、絶対に。一票でも向こうに入れるやつ気がしねん。だってあんなに普段から、お前今から俺のこと好きだ、あそこのホームレスやってこいとか言うような男で炎上しちゃったりとか、他の女の子と遊びは OK なんですか、わけなんか言ってるやつと、いや、体の関係までの OK とか言うてる、票入るわけないやんと思って。もう余裕よ。ドキドキもなんもせえへん。はい、だから普通にみんなに飲みたら楽しいなくらいのテンション始まりましたと。で、ルールとしては、女の子たちが個室から出たら、ボーイさんが廊下でね、女の子にトントントンと、今さっきの部屋、ラファエルさんとヒカルさんっていう人おったでしょと。付き合うんやったらどっちがいいみたいな聞き方をしてもらったんですよ。なるほど。はい、そう。それで、まあ、A 子ちゃん、B 子ちゃん。で、付き合うんやったら、ヒカルさん、付き合うんやったらラファエルさん、はい、みたいな感じだったんですね。はい、で、それで票を取ったと。で、いよいよですよ。こっからです。最終的に、僕らの席に、まあ、1時間半ぐらいしかなかったんかな、時間が。僕の席に4人横についたんですよね。はい、ヒカルさんの席にも4人ついたんですよ。もう時間的に20分で大体回転していきますから、女の子が。はい、まあ、1時間入ったらそんなもんですよ。その他にも、卓上には女の子いっぱいいるんですよ。はい、ただ、それぞれについてるんですよ。それぞれ監督官やから、別に女の子と喋るわけじゃないよ、別に。はい、で、女の子がついてて、そこはだから距離感的には、俺もヒカルさんも別に挨拶もできへんし、もしかしたら気づいてへんし、俺も下手したら。俺なんか特にこれ、仮面じゃないし、みたいなところで、4人ついたと。途中、経過発表でーすみたいな。音やら行ったんかなと思ったら、戻ってきたらめっちゃテンション高いね。なんと、接戦ですって言われてもね。向こうに入れてるやつおんの大丈夫と思って、俺、マジで。だって王様になるとか言ってるんだ、あの子。みたいな。それがいいっていう子もいるでしょ。いやだからそいつのこと大丈夫っつってんの俺は。基本的にはついたどっちかが一応お付きになってるから、基本的にはそっちとしか喋らんねんけど、はい、一応もう短い時間なんでより多く会いたいからってことで、そのこっちも作るんやけど、はい、まあ両方相手する場合もあれば、一人だけになるし、なんだかんだ結構な人数の出入りがあったんですよ。で、また河原会長が、またお手洗いばって言って、お手洗い今日多いなと思って会長。第2回途中経過報告でーすまた戻ってるし。テンション高いな。第1回報告して、また第2回も報告するんやったら、めっちゃ楽しみにしてるやん、この人と思いながら。接戦ですって言うね。結構女の子入れ替わったのにまだ接戦なん。半分入れてるやつ俺やばいな、ここのキャバクラと思って。いやいや、顔はめちゃくちゃ可愛いね、みんな。接戦みたいな。で、そうなってきてちょっとドキドキすんのよ。もしかしてこの感じやとワンチャン負けもあんのと思って、ちょっとドキドキすんねん。ほんまにネタ抜きにあいつには3人ぐらいしか入れんと思ってたから、こじらしてる。あかんこと言おうとしたな、ほんまに。そんなことあるんやーと思って、ちょっとそっから俺ドキドキしだして、もう残りあと30分ぐらいです。お店も1時までですから、どうなんねんと思って、最終的にトータルで32名女の子が入ったんですって。個室に僕とヒカルさんのとこについたのはさっきも言いましたけど、4人なんで、最終的には4人しかついてはいません。ただ個室上に入ったのは32人です、全部入れてね、女の子ね。ということの発表で、最終的に河原会長が、じゃあ最後も時間なんでお会計も終わりますんで、最後発表したいと思います。女の子も全部はけてるよ。女の子に気悪い思いさせてもありやしね。気まずくなるやんか。最終的に32人入りました。おお、そんなに入ったん気づかなかった。お二人には4人つきましたみたいな。で、ついた4人は当然、ついた人に票入れてたわ。そのついた4人はやっぱ4人ヒカルさんに入れてたわ。で、ついた4人4人入れた。あ、なるほどな。そこでその数4人取られる仕方ないと。ここ俺喋ってへんねんから、ほぼ。で、そうなったらね、結局勝負の結果として、残りの人数がついてない子の票がどうなってるかね。ついてない子も全部入れて、結局19対13ですって言われてる。そんないい勝負なん？誰やその13人のアホと思うねん。俺、勝ってるかな？13人も痛いやつおるやん、この店って俺大声でバーッて言って、13人誰やって、痛いやつすぐやめさせみたいなこと言って、13対19で、ヒカルさんの勝ちですとかね。嘘やん。負けてますやん。嘘やん。ヒカルさんなん勝ったん。嘘やん。ダサ。キャバクラ嫌い。キャバ嬢嫌い。で、俺も最後、毒舌吐いて、もうムカついたから、はい、どんだけ可愛いか知らんけど、こんなキャバ嬢なんかもう偏見しかないですと。はい、毒舌吐いて、はい、もう盛り上げてくれた幹事の方々の前で、はい、俺ちょっとすねて、偏見しかないさ、こんなもんって、ヒカルさんが、うわはははって笑ってて、はい、まあ、結果楽しくみんなで飲みたし、こっからちょっとアフターでも行きましょうか、みたいになって。はい、じゃあ、第2回戦、このまま、ギャラ飲みの女の子もこのままと呼んじゃって、やりましょうか、みたいになって、まあちょっと酔いもほどほどで、まあ、時間ももう1時、2時になりますから、じゃあこのまま第2回戦もついでにやっちゃいますか、みたいな感じで、次のお店に移動するんですよ。実はこれ、後日談がありまして、はい、僕、まあお店ついた時にね、最初にルール改めてボーイさんに説明するじゃないですか。付き合うんやったらどっちっていうの、プラス、結婚するんやったらどっちっていうのも、両方聞いてくれって俺実は言ってた。一応最初のルールやと、っていうか俺の中の定義やと、モデルの定義やと、いや、結婚やろと。1件目の時ですね。そう、1件目の時、実はそれ言ってて、はい、1回目の時に付き合うんやったらどっち、19対ヒカルさん、13の俺まあ負けましたみたいな、はい、それと同じ女の子に結婚するならどっちっていうのを入れてもらってるんですよ、はい、これが8対24で票が分かれたんですよ。8対24やで、もう大差ですね。大差よ、はい、圧倒的大差よ。これ8票対24票、はい、ヒカル8票ラファエル24票で俺を圧勝したんですよ。おらーいや怖いな急に。圧勝しました。まあだからこれね、はい、ついてた方のヒカルさんについてた女の子の4人のうちの票を入れたのは1票だけなんですよ。1人だけなんですよ。あ、そうなんですね。結婚って聞かれたら、いやそれやったらさすがにってことで僕の方に願いてるんですよ、はい、だから僕が7票なんですよ。でそれ以外でヒカルさんがその他で7人、さっきあんなに入れてたのに19票、それ以外で17人なんですよ、はい、だからね、俺多分やねんけど、これちょっと言い訳させてもらっていい？まあ、これ勝負は勝負で負けてんねん。まずは負け、それはええねんけど、キャバ嬢ってちょっとやっぱずれてるから、世間と付き合う。そんなことないです。あいつら許さん。付き合う男と結婚する男と多分別の脳みそだと思ってない。ああ、そうです。まあそうっすよね。世の中って普通一緒やん。だって付き合うはこの人やけど結婚はこの人なんかってなれへんやん。じゃあ5年付き合って一旦別れて次結婚相手探すんかってなれへんやん。普通それは付き合うし結婚やし、まあ付き合うイコール結婚が俺普通やと思うんや。セフレとかやったら別やで。それだセフレとの定義違うわんくなってくるやん。っていうことで多分なんかそういう伝え方のニュアンスもあるけど、まあ要は一旦付き合ってみるんやったらとかお試しみたいな感じ思ってる人もおったかもしれない。もしかしたらなんかなっていうことで、まあ俺の中では試合に負けて勝負に勝ったって感じだな。ええように言うな。ヒカルくんだっけ？はい、要はその遊ぶぐらいになったらちょうどいいんでしょうね。あかんって言っても俺の友達やから、そんな風に見たらヒカルくんのことこらキャバ嬢まあこういうことありまして、まあでも楽しく飲めたなということで、でも2軒目行って、はい、で2軒目のギャラ飲みがまあもうここ答えからサクッと言うと、2軒目正直中身がいいんですよ。ライブ配信中に川原会長もコメントしてたけど、もう本当にやっつけでしたねってコメントしたけど、2軒目はなんかもうグダグダって言っちゃって、もう俺も帰らなあかんね、ほんまに。もう帰らなあかんし、どうしようか、時間もどうのこうないんで、ここでも勝負しようどうのこうなって、結局、はい、いわゆるギャラ飲みをそのアプリを通してこれ読んだと。はい、10人読んだんかな。で、俺、ほんまにこれマジで全然これ現場の人間しかわからんけど、ほんまに言い訳やけど、ほぼ喋ってなかったよ、俺。もう。そこはもう、なんか試合始まってる感じじゃないし、もう酔ってるし。ああ、みんなが。そう、まあ、試合しようとは言ったけどね、ここでも。ギャラ飲みやって言ったけど、なんかぐだってて。はい、でも俺も携帯触りながら時間もありやなとか思いながらほぼ喋らずに、右に2人女の子ついてたわ、はい、で左に3人ついてたわ、はい、でバーって、ね、あこんにちはもう名前も聞かずに、もう全然さっきの1軒目のキャバクラの時と違ってもう酔い覚ますモードに入ったから、あまあと思って、もうほぼ喋らずに携帯とか見てる、あですみたいなこと言いながら、なんて言うんですかね、まあ山田ですとかわけのこと言いながら、山田ちゃんはボケと思いながら終わって、もう僕3時でほんまに帰らんとだかんので帰りますねーって言って。はいはい、で俺らまだ女に帰んのかみたいな言われながら、ヒカルさん結局朝5時までいたんですって。知らんけど。で俺バーって帰る時に会長が思い出したかのように「結果発表！」今回4回目今日好きやなこの人みたいな、票取ってたみたいな、はい、いやもうラファさん帰るんやったら最後に票取りましょうって、まあ一応会長も盛り上げたいから、ほんでそこのもうなんか紙になんかメモ用紙みたいにバーおる前で俺らもおる前で。どっちがいいってこう聞いていったんですよ。はい、いや俺もう一言も喋ってんねんと思いながら、で結果9対1でヒカルさんが勝ってる。いやいやボロ負けやん。いや俺ほんまに俺喋ってへんと思いながら、横におった女が俺の肩をこう左からこう。俺耳元でここで全然喋ってないじゃん、ダメじゃんラファエルさんって陰キャなのっていうか山田さんって言ってたのにラファエルさんなんだ、半分タメ口でなんか君って陰キャだよみたいな、なんかムカつく東京弁でなんかそんなようなこと言ってた俺に、なんか半分何こいつタメ口しまいだろうかと思って、ほんまに初めて女殴りそうになったわインキャラムだってダメじゃんみたいな、上からめっちゃ上から目線で、なんかほんまに初めてキャバクラ来たなんか男になんかマウント取ってくるみたいな感じの空気で、左の3人がなんかクスクス笑いながら「はい、ラファエルさんなんだ」みたいな、はい、で右の2人も「インキャだよねあなた」みたいなことなんかわからん、なんか東京弁で言ってくるんで、こいつらめっちゃキモいやんと思って、まあもうええわと思って、勝負やったと言われれば勝負やったし、そこは結婚とか聞かなかったんですよ。多分付き合いたいからだけ聞いたのかな。キャバクラとじゃあギャラ飲みの、いわゆる一般的には、絶対嫁にはしたくないだろうっていうマインドを持ってる女どもには負けましたと言い訳やなそれはダサいなあれはほんまにやり直さなあかんのマジで、ギャラ飲みは絶対やり直さなあかん。付き合いたいで言ったらあれですもんね、それなんて言ったかな、ね、ルールも全部違う、なんかもう目の前で聞いたらさ、なあ、おるし本人たちが、最終的にヒカルさんに俺も1時に帰らなんかずっと出て、はい、でも初手から23時の合流の時は1時に帰るって言ってて、はい、もうそこでも初手からずっとなんで1時に帰るのこれ空気読んでへんみたいなずっといじられながら、はい、サイコロ振って3が出たから、ほんなら3時に帰らしてくれって言って。はい、そのテンションがずっと出て3時になって帰るみたいな、ラファさん帰るやんって文句言われながら帰ろうと思ったら、出口のところにその個室があるから、はい、ちょっとその入り口のヒカルさんの角度から見えるところに個室があるの、はいはい、で薄いレースみたいなカーテンに仕切ってるだけやから、はい、そこの先輩に「あラファ飲もうぜ」って言われて挨拶せなかったから挨拶して、あいつこんなに1時に帰るって3時まで引き取って、もう3時限界ですとか言って、はい、あいつ慌てて帰ってるのにずっとそこで飲んでるやんけみたいなってまた俺結局そこで飲んで、まあそこで20分ぐらいですけど、で終わって帰ったって感じなんですよ。今回ね一応ね、僕が買ったらヒカルさんが僕の髪の真っ白、まあ、白髪にするっていう約束で。あ、そうなんですね。全部をで、僕が負けたら僕は髪が出ないから、はい、ヒカルさんの金髪にこれやろうかってしたけど髪出せへんか、はい、だから1ヶ月間仮面を半分金で半分黒にするっていう風な罰ゲームやろうかみたいな話になってる今。あ、そうなんですね。ああ、その全部終わったら終わった、そう何戦取ったかにしようかってことで、はい、だからこの感じでいくとあと1戦ヒカルさんが取ったら、はい、もうヒカルさんの勝ちみたいになるという、このねやっぱ付き合うんやったらっていうルールやったら、はい、まあ俺はやった感じだとちょっと負けるかもしれんと思ったわ。珍しく弱音っす。いやいや、そんなルールでこっちはやってませんから、そもそも結婚ですからこっちは。まあ次はじゃあ合コンしようか一般人呼ぼうかみたいになってる、はい、でもそれが見たいっすね。でもただこれほんまに言い訳やけど、はい、これほんまにもうごめんね、キャバ嬢さんいじるわけじゃなくて、はい、真面目な話ね、はい、俺もうやる前からキャバ嬢の票だけ多分ヒカルさんが勝つって俺言ってんねん。結婚だったとしても、そのはい、一般人やったら絶対に勝てると思ってんねん俺は。これほんまに最初に後で言い訳って言われたら最初に言うけど、はい、どういう一般人呼ぶか変わると思うのよ。それは間違いないです。いやいや、インスタのフォロワー何万って一般人ちゃうやん、はい、元キャバ嬢やってましたとか、はい、パパいますとか、はい、港区で飲んでます、それ一般人ちゃうから、はい、一般人ってなったらファンもいそうじゃないですか。言わない、その言わなさそうですけど、まあそれはもうその時の縁やからしゃあないよな。ファン禁止でっていうのはちょっともうそういう細かいルールも決めるようなノリでもないから、あくまでも普通に楽しく飲もうよみたいな延長やからさ、はい、まあまあまあでも普通に考えて、一般人やったらヒカルさんとかもほんまにもう申し訳ない、もうわけわからんこと言ってたもんずっと会話、キャバ嬢さんとかの会話もわけわからんこと言ってたもん、エセメンタリスト大悟みたいなこと言ってたまあまあ次回ね、また第2回戦がこれギャラ飲みがもうこれ確定ってことであれば、はい、2本取られてるってことですから、確かにじゃあ次第3本目、どうなるかっていうのを後日さんで語らさせていただきますんで、はい、はい、楽しみにしてください。くどいけど、はい、8対24やからこれが現実です。これが現実です。8対24めっちゃこすりそうやなAre we victims? Take it up, all the fake news Get us friction Between the rights and wrong We don't even know the answer Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living